特戦隊とは、軍隊において、自軍部隊を後方より監視し、自軍兵士が命令なしに勝手に戦闘から退却あるいは降伏するような行動をとれば、攻撃を加え、強制的に戦闘を続行させる任務を持った部隊のことである。兵士の指揮を上げるための手段であり、司令官が死守を命じると兵士は、文字通り死ぬまで戦うことになる。 中国軍第15旅令下の特戦隊の部隊機。1929年の中蘇紛争でソ連軍に露革されたもの。主要各国でも特戦に当たった部隊は参見される。ただし、特戦だけを主任務とする特別編成部隊などは一般的に存在しない。 現実的にそのような部隊を常に編成して持つことは、非効率であり、機動性も悪く、反感を買う。あくまで、命令によって、臨時的に特選任務に当てられるものである。ドイツでは、第二次世界大戦末期のナチスの武装親衛隊や、国家社会主義指導将校のコミッサールを真似て、導入したと言われるが投降しようとする兵や、民間人に対し戦闘継続を強要した例などが、 ある。赤軍関連で言えば、いわゆる NKVD 部隊やスメルシ党がよく、引き合いに出されるが、これらは原則として、軍とは指揮命令系統が異なる。戦闘時に、軍の師団や連隊に編入され直接的に特戦に当たるわけではない。その任務は、非常に幅広いものだった。対独戦初期の戦闘時の特戦の任を受ける部隊は、連隊長クラスの判断で例下の一部部隊を、 臨時的に特戦任務に当てている場合が一般的であった。ただし、スターリングラード工房戦時には国防人民委員、ヨシフ・スターリン自身の命令により、軍レベルで各200人からなる特戦隊が3から5個編成された。兵士の逃亡は古代から軍隊には付き物である。特に精鋭中核軍でない部隊の兵は多くの場合地域の住民や難民、 海軍の場合は気候中や航行中の船舶や、たまり場の船の利たちを強制的に挑発した兵であり、そのため別動隊として稼働させれば逃亡したり、反乱を起こすなどの問題が頻繁にあった。そこで、多くの軍隊では戦闘中での逃亡に対し、厳罰をもって対処し、兵士の逃亡を防ごうとした。オスマン帝国では、皇帝直属の家にチェリ部隊が、 しばしば特戦隊として機能した。絶対王政下のフランス軍では、隊形を組んで前進する部隊を囲むように、下級将校が配置された。彼らの第一の任務は逃亡する、味方兵士の射殺であった。近代に入り、国民国家が形成され、各国では徴兵制による軍隊が設立された。アメリカでは、百六十一年から十五年の南北戦争の際、 特戦部隊を南北両軍とも戦闘時に配置している。一方で国家の近代化と市民化が進むにつれ強制帳簿は衰退し、戦時国際法、ハーグ陸戦条約などでは占領地での兵の強制帳簿が禁止されることになる。しかしそれ以降も徴兵令による右兵士やゲリラ兵、市民兵、あるいは自国内で不正規に挑発された兵士を特戦するための兵や部隊が しばしば登場した。第二次世界大戦時、主に独ソ戦のソ連労働赤軍におけるものや中国軍におけるものが有名である。1937年の南京攻略戦の際にも敗退して改装する国民革命軍将兵を拷問において特戦隊が射殺した拷問事件でもその存在が知られている。国内治安維持の機動隊のような治安警察としての面から、 国境警備隊や臨時編成の労働者連隊、旅団等も含む、特戦専門の部隊も存在したが、軍レベルで小隊、戦線レベルで中隊規模だった。ありがとうございます。